この時期穏やかに晴れた休日のお昼は十分な電力がある状況となります。料理やお掃除など電気を使うタイミングを昼間にシフトしてみてはいかがでしょうか。今日の関東エリアのお天気確認していくと、各地日差しが届きます。気温は昨日より大幅に下がり、昼間も過ごしやすい秋の体感、洗濯物の外干しや外での運動にも良さそうです。このような穏やかな休日は太陽パワーで発電されるグリーン電力が多くなります。また冷暖房の使用があまりなく、休日で工場がお休みにもなることから、昼間には十分な電力がある状況となります。普段は朝や夕方に使う電気を昼間にシフトすることで、環境に優しい電気の使い方を考えてみてはいかがでしょうか。どのような活用方法があるのか見ていきましょう。衣替えの衣類から寝具類の大物まで洗濯してみたり、車の充電やお掃除の時間も少しずらしてみるのも良さそうですね。夏場にフル稼働を続けてきたエアコンも秋はオフシーズンになります。暖房を使い始める前にフィルターなどしっかりと内部まで掃除してみてはいかがでしょうか。お掃除やお料理などライフスタイルに合わせて、ぜひグリーンな電力を活用してみてください。